久保さん、即下塾の塾生さんの事例とかでいいんじゃないですか。はい、まあ、すみません、塾、塾、その人入ってなかったら、ちょっと申し訳ないですけど、<laughs> あの、僕が聞いた話だと、なんですか、ここならで悩み相談を聞く、聞くことはできるっていう女性の方がね、100万いったみたいな、あ100万じゃなかったらすみませんけど、なんか、あの、そういうことだったりとか、あと、弁当っすよね。なんか、その、料理は作れるっつって。 で、弁当を、じゃ売った、みたいな。で、それで、えー、ななな何万か何十万か行った、みたいなね。なんかそういう事例も、あとあると思うんですよ。他にもね、僕は知らない事例あるかもしれないですけど。で、そういう事例があります。じゃあ、その事例を聞いて、あ、悩みを聞くことは、僕には特殊能力だと。私にはその悩みなんか聞く、聞くだけですよ。でも、聞くだけでも、うん、それもできないと。 うんじゃあ弁当作って売るなんてできませんっていう人もいるかもしれないのでうんだからまあどこまで落とすかですよねうんまあネットビジネス界で有名な人で言うならば和田大輔さんっていう人がいるんですけど十 <laughs> 何歳かで交通事故にあって半身不随になって車椅子生活ででも1億ですね年収1億をもう10年ぐらいですか だからどこまで落と,落とせばいいのかっていう話で、うーん。まあ難しいっすね。<laughs> どこまでレベルを下げて話すのかと話。話を聞く、相談聞くだけもできない。何もできない。それは、まあ厳しい言葉で言うならば、やろうとしないだけなのかなっていうところもあると思うんですよね、一理は。手段はいっぱいあるんで。うん。 だからあとはまああれじゃないですかねただ手段はたくさんあったとしても自分の知識や経験上の中でそれがわからないっていう場合は久保さんに相談すればいいんじゃないですか単純にど,どう思います久保さんに相談すればいいと思うんですよねで久保さんの持ってる知識とか経験でアドバイスできることはたくさんあると思うんですようんそうもうそれで全て終了だと思うんですけどね うん、あとはまあやるかやらないかですね。うん。だから僕もこれからもたくさんのね、事例も、事例をたくさん僕は作っていきたいので、まあ発信も続けるし。で、まあ今日もね、対談しましたけど、今日はカメラ転売やってる5年、5年すか ?5 年稼ぎ続けてるんですよ。で、メルカリの評価も1100いきました。はい。1100です。メルカリの評価。 ずっと稼い、まあ、あの、コンビニで深夜のアルバイトを収録でしてて、で、音楽活動をしながら、バイト、コンビニのバイト収録でしながら、隙間時間にカメラテンやってるんですけど、5年稼ぎ続けてますね。うん。で、えー、10万を切ったのが二回、5年で2、3回ですかね。うん。いろんな方法あるわけじゃないですか、お金を稼ぐ方法は。うん。だから、あとは、 まあ本当にやるかやらないかだかなっていうところですね。で自分でや、そのやる方法が分かんないんだったら知恵を借りるってことですね。相談するっていう。うん、はい。そこは塾入りましょう。いってらっしゃい。